畑下さん誕生日おめでとう。ありがとうございます。どうですか誕生日迎えられて。まだ迎えてない。そうか迎えてないわ。どうですか。でもさっきもねあの番組の終わりに、うん、あのスタッフの皆さんと出演者の皆さんにあのお誕生日おめでとうと言っていただけたんですけど、はい、やっぱり何にも心の中では、ね、変わってないんだよね。じゃあ心境に変化ないですか迎える。ないです。あの薄々3年前ぐらいから感じてたんですけど心境の変化ない。あそうなんですか。だって、うん、やっぱもっとちっちゃい時は、うん30歳といったら大人じゃないですか。もうだいぶ大きなものだと思ってたんで、うんはい、私の母がね、うん、30で私産んでるんですよ。あらで私お兄ちゃん2人いるんですよ、はい、で3人子供いるってことだよ30歳で。すごい。でだからそういう身近な大人が それだったから、うん、10年前ぐらいの私は30ぐらいになったらその家庭があるとかね、うん、いうイメージもあったのよ。はい、あったんだと思う、うんうん、でも何も変わってませんでもね、はい、楽しい毎日が。あ本当ですか、うん、なんかそれはいいことだよね、うん、畑下さんってやっぱりこう部でいてもすごいよく話してくださるじゃないですか、うん、なんか、まあ、言葉悪いですけど、まあ、しょうもない話から、うん、いっぱい話してくれるじゃないですか。それはやっぱりずっと前から変わらないですか。しょうもない話ばっかり考えてる。で今パッて思いついたあのこの前も田中武さんとかと話してたんだけど、はい、その30になって何かが変わったかなとかって思ったら、うん、考えてたらあのねお弁当に入ってるよくあのロケ弁とかに入ってるしば漬け、うん、あるじゃん、うんうん、しば漬けがものすごく美味しく感じるようになってて、で昔そんな気づかなかったのよ、うん、入ってても入ってなくても別にどっちでもいいじゃんって思ってたんだけど、うんうんはい、もう絶対絶対ないとダメって思うぐらいしば漬けの美味しさにすごい気づいたってことはこれ大人になってるなって思って。まだそこまで行ってない。本当で、はい、多分この先ね冷ややっことかをどうしても食べたいって思うようになったらもっと大人になってると思う。なるほど。まあそれあれですよねやっぱりしょうもなくてごめん、ね、しょうもなくて焼肉行ってカルビ食べられなんか食べると胃もたれするようになるじゃないですか、うんうんなんかそれの大人バージョンみたいな感覚ですよね多分。そう違う？そうそういうことですね。それはやっぱそう年を重ねてなんかそれは、うん、変化がそう体の変化だよねマイナス面マイナス面かな分かんないけど。いやでもそういうなんかプラスじゃんしば漬けの美味しさに気づくって、うん、日本らしいものの良さが分かってくるじゃないですか。そう山椒とかさ。あ山椒なんか渋みが増しますね。そうだからね それは知らないうちにだんだん好きになってたから、うんうんうん、あこれは変化だと思ったの。あすごい。でもそれぐらい新しい畑下さんですね。でも本当にそれぐらいで悩みとかは本当ちっちゃい時から全然変わってない。変わってない、うん、へえ、まあ、そんな畑下さんにですね、はい、たくさん質問来てて今日その中で一つ畑下さんのことをもっと知りたいですという方がいらっしゃいまして、 ZIP の皆さんが知ってる畑下アナの取説まあ、秘密の暴露大会などお願いしますって来てるんですけども、これ大町さん大丈夫ですか。大町さんと私あんまりまだ長くないじゃん、まあ、そうですね10月に一緒になってまだ2週間ですけど、先週ね台風で中継に行かれてたので、そもそもオンエアでなかなか会ってないですけど、でも畑下さん、はい、結構部にいたらねえねえって話しかけてきてますよまあそうね、はい、話したい話したい。だから畑下さんが最近ずっと言ってるのはあの目の悪いトーク大好きじゃないですか。あ大好き本当に。その共感できるじゃん、うんうん、共感したいのよ、うん、分かるみたいな、はい、その普段誰も普通の人がこう生きてたら気づかないようなことを、うん、超ちっちゃいことを目が悪いとこうだよねみたいなことって、うん、目が悪い人ってすごい結構こう盛り上がるのよ。ちょっと今じゃあその話しましょうよ。僕も目悪くてめちゃめちゃ悪いよね、はい、メガネ普段はかけてるんで、うん、だってメガネ牛乳瓶みたいなね本当にね、なんかこんなに大町さん目が大きくてあの輝きが今放ってると思うんですけれども、眼鏡かけると目こんなになる。いや本当そうなんですよ僕視力 0.01 未満なんで、うん、だってその極薄レンズとかあるじゃないですか、うん、ある眼鏡のレンズね、はい、薄型ってありますよね。意味ないんですよどれも一緒ですって言われて、うん、眼鏡かけるともうこんなになるんですけど、うん、何か目が悪いトーク好きな話あります？えコンタクトでしょ今。今コンタクトです。だからコンタクトをあそろそろ締めましょうだって。え今始まったのに。コンタクトは初めてつけた時の話を聞きたいです。
やっぱり眼鏡と視界が違うじゃないですか、はい、なんかここまで手が見えるっていう眼鏡だったここの辺まで見えるよねもはや、はい、なんか世界が変わったってこの今まではここぐらいだったのに、うんうん、そうここまで見えるっていうそうなんだよそうこれぞ世界が変わるだって思ったであと、うん、あの小さい時にさ、うん、目が悪くなり始める時あるじゃない小学校ぐらいで、うんはいはい、でまだ描けなくてもいいんだけど描けてもいいみたいな時って、うんうん、授業中だけ眼鏡描ける人かっこいいと思ってて私すごいそれやってたのそしたらどんどん目悪くなっちゃった眼鏡描けることがかっこいいことでいやそう授業しかも授業中だけ、うん思わず視力検査悪かったらシッとかやっちゃってたんですよやっちゃってたけど今ね大人になってこんなに目悪くなるとは本当にめちゃめちゃ悪くなる、まあ、締めましょうって言われたんで、ね、皆さん目は大事にしてくださいね、まあ、こんな感じで畑下さんはいつも優しく、まあ、しょうもない話もしてくれる優しい先輩なので皆さんこれからの畑下さんもよろしくお願いします、はい、お願いします以上 ZIP プラス3